エルイース・セラフィムが日本テレビの音楽番組 With Music に出演することが決定した。彼女たちは3月13日に日本レコード協会が発表した第38回日本ゴールドディスク大賞でニューアーティストオブザイヤーとベスト3ニューアーティストを受賞し、初受賞にしてアーティスト賞アジア部門で2冠達成の快挙を成し遂げた。また、 来週18日に TBS 系 CDTV ライブライブ2時間スペシャル30日に日本テレビ系 WithMusic の出演が決定しており世界が注目するエルイースセラフィムのパフォーマンスに音楽ファンたちから大きな関心が寄せられている特に WithMusic は日本テレビのゴールデンタイで34年ぶりに始まる本格的な音楽番組であり その初回放送の出演ラインナップに、L.E.S.Serafim が K-POP アーティストとして、唯一名を連ねたことで話題を読んでいる。これに先立って12日以下、現地時間、ベイビルボードが発表した最新チャート、3月14日付けによると、L.E.S.Serafim が2月に発売したサードミニアルバム、e ージーか、メインアルバムチャート、ビルボード200で50位にランクインし、 2週連続チャートインした。さらに、トップカレントアルバムセールスとトップアルバムセールス、ワールドアルバムでいずれも2位にランクインするなど、主流ポップ市場におけるグローバル人気を証明した。また、エルイースセラフィームは、ソングチャートのグローバル200とグローバル、米国を除くで、サードミニアルバム e ージーのタイトル曲 e ージーと収録曲。 スマート、さらに昨年10月リリースのパーフェクトナイトの3曲を同時にチャートインさせ、L.E. スセラフィムの止まらぬ誠意に世界中から多くの関心が寄せられている。サードミニアルバム E.G. は日本の各種チャートでも好成績を残している。3月4日付、オリコン週間アルバムランキング、オリコン週間合算アルバムランキングで1位を獲得。 デビュー2年足らずで、女性アーティストのオリコン週刊合算アルバム通算1位獲得作品数でトワイスに次ぐ歴代2位を記録するなど、日本における圧倒的な人気の高さを証明した。さらに、アルバム出荷数は前作ファーストスタジオアルバムアンフォーギブンに続いて2作連続10万枚を超え、日本レコード協会の2024年2月度ゴールド認定を受けた。 日本におけるエルイースセラフィムの今後の活躍にも期待が高まっている。